どうもことこです。 今日はちょっといつもと様子が違うんですけど、ズバリ今日は10月31日、そうハロウィンの日なんですよ。で、今姉と私の親友2人が隣にいて、みんなでハロウィンのコスプレをしようと思います。で、何になるでしょう。これはね、秘密なので皆さん見ながら、あ、多分これだなって考えてください。じゃあ、もう早速やっていきます。はじめー、ダンダンダダダダダンダンダダダダンダン。まず、カラコン入れようかな。はい、カラコン入れたぜ。だいぶ顔が変わったけども、こっからファンデーションいきます。じゃあ、いきます。はい、レブロンのカラーステイメイクアップファンデーション370ティルなのかな。鏡が待って照明がすごすぎて分からん。かわいいんじゃないこれ。小麦肌だよ。あのケイトのスキンカバーフィルターファンデーションの5番っていう小麦肌になれるやつ。あ、でもなんかいい感じかも。やばいじゃん、それ。あんまり笑うと本当に涙出ちゃうから。鼻にまず塗ってみたけど、あ、これね、つきそう。あ、いい。これすっごいグリッター可愛いからぜひ使ってください。今おすすめしてもまずいやわ。すっごい綺麗なのでこれ。いい、上手。いいじゃん、いいじゃん。で、白いところまで行きました。ちょっと黒、暗いラインを入れるっぽいよ。え、あー、そこね。二重幅強調ダイヤモンドラッシュ使っていきます。私こっち。いや、私つけるのうまみんな。ちなみに私つけまつけるのめっちゃうまいかも。よくない？うまくない？つけまだよね。北海道の人、はい。北海道の人はつけまつげのことをつけまって。つけまだから。つけま。つけまだよ。つけまです。つけまつけた後にピッてね、ピューラーであげます。どうですか？ララララエンジョイ奏でていく。で、ハンニャラと同じ失敗はしないように注意しながら、ノーズシャドウ的な。いいよいいよ。いいよいいよ。うわ、だいぶ私いいわ、これ。で、いけた。で、なるほどね。わ、面白い。勉強になる。ここの眉毛のこの下のとこも入れるんだって。ここ白いの？うん、ここね。はい、正解が分かんないんだけど。で、唇取んないよ。唇も一回しようね。はい、ってことは唇開けたんじゃない？楽しいからね。一回やでいいじゃん。え、泣き袋描いてる先生。なぜかリキッドで。じゃあ私もここにあるんで泣き袋描きました。で、唇はこんな白くないんですね。白くしてからあれをのせるみたいよ。グロスみたいな。いいね。こういうことでしょ。これも。じゃあ、ギャルメイク完成。どうですか？やばい。チャオは間違ってるの。ちょっとなんて言うんだろう。あげーとか。じゃあもうメイクは完成したので。カツラかぶります。で、ちょっとお楽しみに。お、あげ、あ、やばい、爪何もしてない、やばー。あげー、こんなにガッツリしたの初めてなんですけど、どう？超可愛くない？なんかこのこれとかすごい可愛くて、あのほくろもわざと描き足したんだけど、すごいマジ超いい感じ。みんなやばい、みんな来て、みんな来て。
今日はこれで夜みんなでちゃんこ鍋を食べます。えてかね、我ながら本当にメイクうまくできた。ちょっと待って、あっこもやばい、あっこもやばい、マジかわいい、超やばい超やばい。これ自分たちゴム切ってつけたの。あげーあげーあげー。いやー、ということで日本の黒ギャルメイクしました。楽しかった人は高評価ボタンお願いします。またねまたねー。